特定秘密保護法案をめぐって与野党の修正協議が大詰めを迎えています。こうした中、民主党も秘密の範囲を制限した対案をまとめました。民主党の対案では特定秘密の範囲について海外と共有する外交や国際テロ関連などに限り、防衛秘密については現行の自衛隊法の対象のままとしています。民主党案は今日正式に決定し与党側に提示されます。一方、与党側と修正協議を行ったみんなの党は、渡辺代表が求めている総理大臣が各省の秘密指定や解除を指揮監督する内閣の一元化が認められたとして、自民公明と今日正式に修正で合意する考えです。維新の会も同じく与党側と修正協議を行いましたが、維新側が主張している特定秘密の範囲の縮小で折り合いがつかず、今日改めて話し合うことにしています。与党側は今日にも野党側との修正協議を終え、今週中に法案を衆議院で通過させたい考えです。